どうも。どうも。菊池純一さん、どうも。菊池純一です。どうも。なんと明日ですね。はい。琵琶湖行って、ちょっと用意しとこうよ。海用のやつな。いや、これででかいの仕留めようと思って。テキサスが好きな。テキサスみたいなね。スライドボムベビーで。それででかいの仕留めたろうかと思って。もういけるんじゃない。テキサスみたいなもんだろう、うん、これ。うん、あと、ね、うん、ディーゾーンフライ。ディーゾーンフライ。ああ、これそこ眠っとった。あ、これ釣れる。それは釣れると思う。これ釣れる。うん。この2択でいきます。あとは。サンズさんおすすめの。あれを、うん、これこれ、明日ちょっとこれででかいの今釣れるらしいんで、バルビューター、これバルビューター、バルビューターちょっと見てみよう。これ結構釣れるルアーで、まあ、有名なんだけど、俺は初めて使ったことなくて、もう今回ちょっと買ってみました。これくっついとるわ。これ取るの、手で取ってもいいし取らんでもいい。どっちがいいんだろう。一緒。いやー違うと思うな。いやだから波動が変わるからな。なあ、超過違うぞこれ、うん、うわどっちがいいんだろう。これくっついてるからね、ここね。サンズさんに聞いてみよう。もう分かんないけど、もう変わんないと思う。柔らかいなこれ。バル、うん、有名なルアーです。デプスバルミューター。釣れそう。これちょっと投げるかしたな。うん、どっちがいいだろうこれ。まあ状況どっちがいいんだろうな。俺はこういう色が好きなんだよね、うん、こういう色好きだけど、俺でもこれも好きだな。ウォータメロン、グリパンですこれ。ウォータメロン、あごめん、ウォータメロンか、うんうん、ウォータメロン、グリパン、ウォータメロン系の色ね、うん、いいんじゃないこれ。ほら釣れそう。これ多分でかいのが食うのよ。このボリュームがあるじゃないですか。でもそんなに ごつさがないじゃん。いや、ただこの幅があってもうボリューミーだから、やっぱデカバスがスッと、シルエットでかいか。15センチのバスは食わんで、多分こう来るからね。うん、それを例えばここでね、カットしてここだけ、こんだけでやればね、これ15センチのバス食うけど、こういうシルエットになるとやっぱ30センチぐらいないと食わない。ああ俺はね、うん、15センチのバスはいらない。うん、そんなの釣らない。何をするバスじゃない、でかいのだけね。でかい、30センチ以上。30センチ小バスだから。まあまあな、30。まあ、キーパーサイズ？うん。キッカー狙いでいくから、俺明日。まあ、でかいの釣りましょうよ。キッカー。これ、デブス。これ入れてよ、入れてよ。あとは、今一番釣れてるルアーが実は菊池さんあるんですよ。何？これ。ハマオ。これが、今琵琶湖も散々叩かれてるからルアー覚えちゃったよ、うん、バスかな、うん、でこれ使ってる人いないよ、俺しかだから、うん、これ通しちゃうと擦れてるやつが、うん、ごとーパクって食ってくる。だってバスってめっちゃ頭いいから。ああ要するに例えばね、このバルビューターが釣れるって噂になった時期があったんだよね、うん、あそうなの。そうそうそう、俺初めて見たこれ。走らないよ、うん、その YouTube 見てないからね、うん、これ結構釣れるなんて話聞いたことあって、うん、それみんなが使うじゃん。まあね、そしたらこれ釣れなくなるの。これ本当だよ、うん、であれ、ブルーフラットとかもねめちゃめちゃ流行ったじゃん。だからそのみんなが使うとバスが一回やられたやつが、うん、覚える覚えちゃって、うん、それを多分伝えちゃってる周りのバスに。いや多分全員釣られとんのよ。一通り釣られて一回りして全員釣れる。いやもう伝えちゃっとるから。伝えるのか、あいつは。喋るのか。喋る。マジか。だって群れで狩りしてるじゃん。だからこれは危ないよってなんとなく波長でやるんだわ。やるんか。やる。だからこれをまあ今釣れるかどうか分かんないけど、ああまあこれもまず投げながら一番はこれ、うん、俺は使わないけどな。いや俺はこればっかり。俺ちょっと秘密兵器持ってきた。何お前の秘密兵器しょぼいんだよ。家から持ってきた。嘘よ。ハハハチャッターあ、チャッターも釣れると思うよ。チャッターとこのボンバージグな。あ、これいいんじゃない。あ、ボンバージグかこれなあ、ボンバージグかこれ。これ釣れるぞ。ねえ、うん、チャッターな。ボンバージグ使ってる人なかなかいいよこれ。あと昔のルアーな。家から持ってきた。家から持ってきた今回。うん、家にまだあった。これ知ってる、見たことあるでしょ。
ないか。うーん、俺が昔持ってたやつ、ね、家にあったやつ。え、高校時代使ってたやつ。いや、高校出てから買ったね、これ。こうで20歳、30年前のやつ、これ。確かメガバスのなんかワーム、うん、メガバスって当時分かんないけど、30年前お前が、うん、30年前買ったやつ。これがエスケープツインの昔のやつ。お前の家にあった。家にあった。30年間中学生の時買ったやつ、これ。いや、中学生じゃないよ。あとこれすげえじゃん、エスケープツインの初期型。しかも30年もの。しかもお前の家にあったら価値あるわ。うん、これ見たことあるよ。なんか釣れない、俺がよく使ってたこのルアー。あ、それ高校生の頃に。あ、確かに。このルアー釣れないんだ、これ。いや、でかいのが釣れんのよ。このなんかパドルなんとかっていうのがさ。いや、名作ワームやね、これ。釣れる釣れるって買ったんだけど。あとこれ、このまま見たな。それ高校時代のやつ。じゃあ、これもあなた家にあった。塩漬けのやつ。これはやばいな。これお前使っとったっけ。ちょっと記憶にないんだけど。これはね、使ってないけど、これもね、多分大学か大学出てから買った。いや、懐かしい。なんか昔のワームってさ、こうやって塩がついてたじゃん。塩ついてな、肩ついちゃった。逆に釣れるんじゃない、これ今。これもお前の貴重な、貴重なやつ、お宝ワーム、うん、これちょっと使わない方がいいんじゃないか。これ USA なんだ、これ。もう海外の、うん、USA、多分長い、8インチぐらいあるでしょ、これ。そうだね、まあ、これ塩漬けがもしかしたら効くかも。今使ってる人いないやん、菊池漬け。ああ塩漬けでも曲がっちゃって、これはもうな、菊池漬けいける。うん、これで使って明日これ使えよ。うん、これ釣れたことない。いやいやいや、琵琶湖は釣れるから。釣れたことがない。いやいや、これカーリーの8インチみたいなもんや。これ釣れるで。釣れるか。これ例えば真ん中にさ、こうしてもいいし、ネコリグにしようか、これ。ネコリグでもいいし、それはこれ釣れるよ、これ。100% 釣れるよ。もういいんじゃない、これ。しかも、お前の家に30、もう35年ぐらいで眠ってた、秘密兵器持ってきた。これ釣れるでしょ。お前のさ、あの、中学生の頃から集めてたさ、大事なの盗まれちゃったじゃん。盗まれた。で、その時に、その時さらにこれ2軍で使ってなかった。使ってないやつ。家に置いてたやつ。あ、これはいいね。その時持ってってなかったら2軍だから、こいつは。これはいいね。これ釣れないんだ、やっぱり。釣れないんだ、これ。いや、ただこれはちょっとボリュームがあるから、やっぱサイズがあるバスしか反応しない。小バスが釣れないからやろ。だってお前いつも小バスばっかりやったやん、ノーシンカーで。これもその時だからな。あ、何これ、分からんけど、昔多分サイバーワーム。いや、これグラブじゃん。うんうん、ゲイリーのグラブ、ジャクソンだよ、これ。ゲイリーのグラブのちょっと似たやつ。ジャクソンって書いてある。今もあるよ、ジャクソンって。あるよ、ジャクソンって。知らない。スレバスこそサイバーワーム、うん、多分ジャクソンの。これ30年前の、うん、30年も経った。うわっ、あ、これ違うの。何これ。それスタッカー。スタッカー、これ。あ、これなんでスタッカーが入ってるの。多分色が一緒だから入れたんだよ。あ、ゲイリーのマテリアル強いバージョン。そう、これは強いわ。これ意外と釣れんじゃねえかと思う。これ釣れるわ、これ。これテキサスか。眠ってた、これ。これいけるよ。これ。これ血まずりやな。3インチ。いいじゃん、これ。サイバーワーム。サイバーワーム何そのワームっつって。ね、結構あの、いいでしょ。あの、あなたの家はさ、なんか、うん、あの、何でも買ってもらってたやん。ん、そうか。じゃあ、あの、別にうちが貧乏だったわけでもないけど、うん、うちはもう本当に契約家で、うん、買ってもらえなかったのよ。ああ、でも月のお小遣いも、俺中学生の時いくらか知ってるか。500円だぞ。月で500円ないでしょ。500円だっちゅうの。それじゃ生活できないよ。いや、だから買えないんだって。で、俺はあれだぞ、お前高校の時もお小遣い1500円とかやで。俺なんか生活できねえよ。やろう。だからお前の家行ったらもうわんさかいろんなもん買ってやってな。で、俺なんかミノなんか買えるわけないや。1500円なんか使えるわけない、1ヶ月分の。ラパラだよ。お前、ラパラ。甘やかされとったな、お前。そうか。もう、だいぶあの、親が買ってくれとったね、無理して。まあよ、ね、俺が喜ぶならと思って。で、無理して買ってくれたんだけど、うちはもう、もう、お前可愛くなかったんだ。いや、可愛かったんだけど、この可愛くなかったんじゃんけど、もうこんなもう、なあ、ワームも俺20円単位で買いに行ったんだよ。あ、でもそうだよ、俺もそうだよ。あのババアがやっとるあの釣り具屋のとこ。いや、これ。1本20円とか30円やぞ、俺は。これはね、でも高校出てから買った。だって俺これ袋で買ったことなかったんだから。高校出てから買った。
自分でバイトした金で買った。ああそうなんだ。これもねこれも。お前本当になんか変なもんいっぱい買ってもらっとったもんな。ミノを持っちゃって。あの豚皮とかな。おお。これでも一番これはすごい。これはエスケープツインの30年、25年前か30年前の。でも当時これ俺全然釣れると思ってなくて、うんうん、多分釣ったことない。投げてないんだな。いや投げてるけど多分釣れなかったんだ。で菊池漬けで置いてあるだけ。やべえだろこれ。これはまたちょっと今回エスケープツインない。初めて見た。今ないよこれ。この色はしかもベッタベタだな油で。なあ昔のルアーってなんでこんなベッタベタなんだろう。わかんない。これ秘密兵器です。秘密兵器な。秘密兵器。もうこの現代版のこういうのじゃなく、うこういう旧型の。旧型のね。これこそ本当誰も投げてないから釣れてないでしょ、ね、いやテキサスで普通に釣れるよ、うん、釣れるでしょ。バルビューダーとどっちが釣れる。それはバルビューダーでしょ。いやわかんない。いやそれは誘い方わかんないけど、釣るは釣れるってパドルテール？パドルテールな。あとこれな。これ何？スーパーライブとかです。はあ、釣れなさそうだな、なんか。これメガバスのやつだ。ちょっと袋から出してよ。あ、エバーグリーンなんだ。これはなんか、昔見た記憶があるけど覚えてないな。これは20年ぐらい前。20年前、うん、俺働き出してこれすぐ買ったの。あ、まだバス釣りやってたんだ。やってた。あ、近所の広島の池でか。いや、こっち四国に戻ってきて。ああ、そういうことか、うん、やってた、うん、で、本で見て多分これ釣れるって聞いて、うん、使ったけど結論はスライダーアームだったが釣れた当時はね。ああ、いやいや、まあスライダーアームの釣れるなって。いや、ちっちゃいからね。ちっちゃいから怖さが釣れただけだ。で、これすぐ二軍行き。二軍行っちゃったのこれ。ああ、で、もう使わなくなった。これもう全部二軍行った。これこれはでもエスケープツインは名作ワームだから、これ丁寧に、うん、これは貴重やで。貴重だな。これ釣れるって多分買い取って買ったんだと思う。これ ね出してるとこと今と違うでしょ、うん、多分ティファ分かんない、ね、分からんもんね、うん、メイドイン USA なんだ。テキサスキャロライナリーグラバージグ USA、うん、USA のワーム釣れるからね。もうなあバイオロジスト、なんだこれ。すげえだろ。あーザリガニみたいなイメージだよな。青いザリガニやこれ。ほうエスケープツイン、うん、このパドルがまあちょっといいよね水押しが、うん、まあオオサンショウウオとちょっとこう似とる。まあ内田ザリガニに見えなくもないなこれな。まあなあ内田だこれ。テキサスでこうすればいいんか。ポーンとポーンと、このヌルヌル感がねいいと思うよ。でただ俺あんま好きになれないんだよこれ。ヌルヌルになってるから。じゃあこれあんまりこれ釣ったことないから。あエスケープツインで、うん、もう今の俺これしかもう釣れる気がしない。それは使わないわ。あとなんでこれがいいかっていうと、デカバス2連発来た。もうまあ、ね、2匹目55ぐらいあったで。人間あのさっきも言ってたけど、うん、成功体験をね味わうと、うんうん、なかなかそっからね逃れられなくなっちゃう。そこにこう頭打っちゃって。違うのよ。あのあらゆるアーム投げで釣れない中で、あのこれ見切られないの。そうか、うん、早巻き、うん、これをまず 10m ラインそこ落として、うん、ね斜めに早く巻いてくる、うん、で巻いてる時に途中でこういう感じでミドストッキングやったら、うん、めちゃめちゃ釣れた。2匹。しかも全部でかい。めちゃめちゃでかい。いや相手がそれを普通じゃ見切ってたけど食らいついてきた。確かに だろ。確かにまあまあな。あ、整理しとんだ。好きやな、また整理しとるよこれ。まあな、パッと使える時にあれがない、これがないっていうのは。いらんもんがいっぱい入ってるからな、気がついたら。うん、これ何これ。スピナーベイト。確かにバイズシュリンプかと思ったらバイズ。クロの方か。うん、クロの方だな。これはデカバス好きだ。山線香の太いのあんま釣れなくないか。だからデカ辺しか釣れないね。いやだから40アップなんだって。あ、それよりこっちの方釣れる。でそこバスがな、うん、だから4これはデカ辺しか釣れないの、うん、まあでもこれがあればいいかな。まあそれでいいけどな、うん、あとこういう普段俺あんま使わないじゃん、なんだこれねスイングインパクト、うん、めっちゃ釣れるよこれ。こ
こういうワームはあんま使わないな。めっちゃ釣れるよ。ピラピラするやつな。釣れるよこれ、うん、これのでかいのはやっぱ 3.5 は何でも食う、うん、もう餌だよ。ラバジ、うん、これラバジだよ。ジグ黒金ラバジグでもいいだろうな。ラバジグいいと思うぞ。自分も整理したこう、さっきぶちまけちゃったから。まあ大体使うもん決まってるからね。うん、まあ正直これ座布団がありゃいいからな。でこれおもちゃの時ってこれ投げたんだわ。これ新しく買ってうんともすんとも言わない吐き気してきた。これ1時間投げた。巻きもんか。でいろんなつけ、この脳進化でもいい、テキサスでもいいし、こうやってこうでもいいし、巻いてきたら泳ぐ、うん、巻いてくるイメージだね、魚みたいな、うん、うん、多分釣れるんだけど、前回は坊主だった、まあ、釣れづらいかな、ちょっとな。と、これな、これ浜王じゃん。好きだね。これがあればもう浜王で十分かな。うん、整理をね、しっかりやんないとね。明日はちょっとフリーリーグやろうかな。フリーリーグ明日タックルボックス、この緑とこいつとあと俺の青な、なんで十分だろう。うん、折れちゃってとんでもない。これでちょっとテキサスやろうかな。こんなに嬉しいタックルボックスとか広げていやいやいや、これが重要や。だってやりたい、明日コピーやった時に、あれがやりたいのがないっていうのよくあるやん。そうだよ、 あれできないじゃんみたいな。重要だね。そうだから、引き出しが多い方がこの状況だったら、じゃあこれだなみたいな、それ結構重要ですよ。重要だよ、うん、整理整頓がね。見てこれ、こんなにいっぱい予備でもう使わない。これ最近釣れへん。これ最近これが釣れないんだ。上手に、うん、この間誤算が坊主こいて、これでいやタイミングだな。あとこれ見て、これこれ船、これ、うん、5年ぐらい前に買ったやん、通販で。使ったことない。あとこれな、入れ食い、うん、何でも釣れる。船釣れないの？いや釣れるよ。船あんまいないから。ブルーギルみたいな、ま、マブナイバー V ブレード、うん、一応多い。まあ、引き出しが多くないの。こあとこれ、これこれ、あーこれシャドーダンサーじゃんこれ。たまたま釣れたからやっぱ好きになっちゃった。これシャドーダンサーのこのサイズが一番釣れるんよ。あなたの成功、1回の成功体験でもうこれが釣れる。明日これ1、2巻いても釣れるかも。いや釣れるよ明日、うん、これ巻きに強いからでかいの食うよな、うん、うん、これだわ、レイサムの丸飲み、まあ、さっきのやつ。そうそう、やっぱこういう、あとこういうちょっとな、どうしても釣れづらい時これね。これ沈み虫じゃないのこれ。何、いやいや、これダイオのシュリンプビードってこれ、まあ、そんなもん。これポーンと脳進化で、これ食いづらい時な。あー、ムカデルア、虫系、虫系エビだな。沈み虫とはまた違うけど、また違うな。沈まないの。 あとこれスタッカーオリジナルのこの巻いてくる、これでこれ釣れない。なんでや、なんで釣れないんだ。でそれでも釣れなかったらこれだな、一番釣れるスタッカーのフリックカーリー。一番釣れるやつ、これは釣れる。これ釣れる、これ。あ、でもこれね、釣れなかったな意外と。いや、たまたまや、たまたま。あとこういうのでイモリッパーっていう太いので、ああ多分使わない。いやいや使うよ。あとこれカーリーテール、これ釣れる。成功体験やお前も。あと何があるかな、こういうな、イモリッパーのミニ。ああ、これ釣れそうだね、うん、もうちっちゃいのはね何でも拾ってくれるから。まあ一緒じゃん、うん、ちっちゃすぎるか。小鉢釣っても知らないからな。あとこういうちょっと虫系。何これ、まあ、ちっさいんだこれも。あとこういうな、萌えエビ。これ見て、何これ。ちょうどが通販でしょ、ボタンクリックしたんだよ。使わないな、それ。じゃあ釣り具屋行って買っちゃったんで、また3万。あとこれ、ライバ
エビ。ああ、これなんか空洞のやつじゃないの。うん、バグシリンプこれ釣れる。昔あったやん、空洞のあったな、タコみたいな。全然釣れんかったやろ。全然釣れないやん。でかいのしか釣れない。ほんで俺これ家に10袋、20袋ぐらい持ってる。これ使ったことない。買うだけ買っていつも使わない。これ何ん、リグルクローラー、クリックシェイクみたいな。そうそうそう、はあ、これ20本入りで安いのよ。ああ安いな、半額ぐらいの、うん、これめっちゃ釣れる。まあ釣れるだろうね、これ系はね。これはな、あのワッキーでもいいし、ネコリグでも、まあ相当ちっちゃいから、うん、もう何でも拾ってくるっていう。リグルクローラー毎回俺家にいっぱいあるんだけど使わないんだ、はあ、使わないのか。なんか一応入れると使ったことない。持ってるだけ。2回ぐらい使って釣れんがって、10分使って釣れんって。これ釣れるん。一遍釣れないとなかなか使わない。そうだね。というところで、じゃあ明日菊さん、うん、サンドさんと一緒に楽しみだね。楽しみだね。マナー守ってよ。そのあなたマナー失礼なとこあるから。うん、そうか失礼とかあるか。いや俺か。俺だな、どっちかっていうと。多分失礼なの俺だな。俺そんな失礼してないと思うけどな。いや俺結構失礼だよ。あの前あの、うん、つまんでいくっていう、ああ浅く広く、ああそれ大事だよ、うん、俺も趣味いっぱいあるの。何がある趣味、何があるの。競馬だろ、マラソンだろ、まあ、全部かじってきたやつだよ。全部中途半端やん。マラソンも3年ぐらいでやめちゃっとるだろ、うん、野球観戦、野球だけ長いか。野球観戦行ってるな、うん、今だよ、ね、うんうん、バスケットボールとかも観戦しに行ったやつ。あとサッカーも見に行く。全部中途半端な知識でな。すごい中途半端な知識で。広く浅くだよ。ああそうかそうか。でその中に釣りもちょっと入っとったと。ああ釣りもちろん入ってる。そういうレベルね、うん、ゴルフも入ってるでしょ。ゴルフやるの。ゴルフやる。でもそんなに興味ないやろ。だからもう中途半端だよ。やろ、ちょっと何回か今まで何回やったのゴルフ。いやでも歴はな、10年ぐらいやってんだから俺。回数あのね、うん、釣りでもそうなんやけど、あの40年やってて俺言っとるやん。まあまあね、 その後20年やってなかったり、うん、だから何回やったかよ、ゴルフを。今ゴルフ10年だから50回ぐらいやってんじゃないか。50回か、うん、家で素振りとかしとる。 年後ぐらいやってない。やってないやろ。練習は一切しない。年後やろ。本当になんか年3回カラオケ行ったみたいなもんやろ。まあまあ確かにやってると言わないから、それ、うん、そういう趣味いっぱいあるよ。やっぱ好きな人は毎回ゴルフ雑誌見て、うん、こうかってフォームこうか、ね、うん、初めの時だけやった。あ、やったんだ。やりだした時は、うん、このクラブだなとか、あ、いいクラブが欲しくなったりな、こうやってやらなあかんなとか、いろいろやっぱ見たよ。うん、初めの1ヶ月2ヶ月、うん、雑誌も見たし、あんたの友達にターボーさんってあれも好きだったね、なんかゴルフ。なあ好きだよ、あの人。どうなったよ、あの人。あの人の話題じゃない。出すな。カーゴミゴミ。出すな。バカチョキ。いや、あの人いい人やでな。いい人だよ。まあ趣味は本当ね、お互いいっぱいあるね。あ、そうだな。いやいや、俺も全部中途半端や。中途半端に投げ出してるわけじゃないけど。いや、投げ出してる俺。投げ出してるわけじゃない。だって錦鯉買うやん。あのガーって3年ぐらい前にな、うん、いきなり錦鯉ハマり出して1年間ガー錦鯉いっぱい買って、ああ翌年飽きたって言って2年目な、亀大量に買って、今ちょっと飽きてきたみたいな。言うても毎日世話した見て。あそこ見て。いや知ってるよ。今水替えして餌やってベビーを育てたんやけど、で今ちょっと亀のやつも冷めてた、うん、で今度釣りになってきた。また釣り戻ってきた。戻ってきた。一周回って。でこれもまた1年やったら飽きるぞ。また鯉行くんじゃねえだろ。いやだから。もうやめとけよ、もう鯉も。いや買わない。ああ。ただ買ったやつはやっぱり世話せんと。そりゃそうだ。そうそう、世話はするけど、うん、もう新しい鯉とか亀はもう買わない。うん。うん。買わないよ。まあもうもったいないし、いやそのもう亀なんても60匹ぐらいやんね、50匹か。世話が大変なんだから。世話できへんがな、もう。まあ一水替えで。それだったらブラックバス祭りに行くルアーをな、うん、安いで、まあでもその全部中途半端でもいいのよ、うん、あの生きてるだけで丸物持って楽しければいいんだよ。その社訓に変えたから、うん、今ある、だからその今あるを忘れると、うん、不平不満が出たり、うん、楽しくなくなるから、うん、もう全部生きてるだけでいい、うん、何でもいいってこと。何でもいい。何でもいい。こだわると疲れるから。何でも、OK、何でもな、何でも OK だ。何でも OK、うん、ということで菊池さん明日もう頑張ろうよ。サンズさんの船乗せてもらって。これ測ったことあったっけ。1回ぐらいあるんじゃない。この間40、30、38俺ずっと測ったやん。あ、クランクベートの時測った。38だったやん。ノイケで俺クランクベートあの時45、46ぐらいな。最近測ってねえからこれ。それ持ってこい、グリーンボートのやつな、うんうん、これでもちょっと測らせてもらおう。あとさ、グリーンボートさん、これ多分動画ここまで見てないで、動画長いから見てないと思うけど、うん、あれ菊池カップっていう今年やらなあかんで、電話しといて。電話しとくわ。あれグリーンカップやっとるやん、あそこに
11月だからもう11月下旬か12月頭な、うん、予約入れて、ほいでその視聴者さん呼んで、ああ菊池純一カップってやるか、うん、で優勝者にはお前からもう、うん、あのギャグ一発披露するみたいな、あのルールは、うん、お前のファン以外来るなっていう、来るかそれ、いや来る来る来るかそれ来るよ、で貸し切りで、あの菊池純一カップで、うんうん、参加ルールはお前のファンであることっていう限定限定、はあ、うん、だからそしたらもうお前行ったらスター扱いやで、スター扱いみたいな、そこでこうやってそっけない態度取ったやつは今日帰ってもらう、で菊池純一カップをやろう、やろう、ちょっと連絡しといてよ、あ、じゃあ俺が連絡しようかな、あのグリーンボート杯で、うん、1日貸し切りで、うん、やっぱ何曜日土日がいいかな、やっぱりその視聴者さん来るんだったら、ああそうか、うん、いるか愛媛に視聴者お前の、いやいない、だから集まらない、いやコメント2人ぐらい来るでしこうか、いやでもファンじゃないでしょ俺の、いやお前のファンがおる、おるか1人、俺エグさんしか知らんぞ、俺俺のファン、ファンらしき人は、いやアニージャさんって人がお前のファンらしいぞ、アニージャさんファンじゃねえし、違うエグさんだけ、エグさんだけそうか、うん、あのエグさんもなんか YouTube 始めるどうのこうのって聞いたけどやるのかな、あそうなの、知らないし、知らんけどよく、うん、多分エグさんそれ菊池杯には来ないでしょ、東京だもん、来ないでしょ、だから誰も集まんない、集まんかったら俺とお前だけや結局そうだよ、ただそのボート押さえなんか、その知らん人がおったら迷惑になるか叫ぶやん、ああだからもう全部何台、7台か、ああ全部押さえる、8台、4台ぐらいじゃねえか、4台、うん、全部押さえて、もうしゃあないよ、もうお前のなんか嫁でもなんでもええけどお前の息子でもなんか乗せてな、船埋めないかんからちょっとそれ企画で、ちょっとコメントじゃあ、あその前にお前グリーンボードさんに連絡せんと分からんから、うん、そんなんだってさ向こうも商売でやってんやから、そんなんやられたら困りますよって、そのグリーンカップ入ってやってんのに菊池純一杯とかちょっとイメージ悪くなるんでって断られる可能性あるで、それはないぞないない、いや断られる可能性もあるけども、ちょっとそれ企画してみよう、菊池12月な、優勝したらどうしよう、優勝賞金は久々にクリクリ出すから、いやだからお前のファンクリって出すからに喜ぶもんだから、もうあれだよ、サインとお前なんかチンコ見せるかなんかやれよ、チンコ見せんの、ふわーっつって、ふわそれ喜ばんな、喜ばんだろ、いやあのよくあるのはバス釣り大会で YouTuber が主催するやん、うん、そしたらみんな優勝者にはこれとかね、ステラーとか高いリールとかさ、1位2位3位とか、あんな物で釣ったらダメよ、そうだな、うん、心で釣らないと、ふわー、そうお金かかんないからわしのチンコじゃーって、分からんけど心じゃないか俺、まあ要するにもうその優勝賞金とかないけど、とりあえずランキングつけて、だから参加する人はやっぱお前のファンでないとな、だから集まんないで、あのボート代は俺らが出してもいいんだけど、でも集まんないか、そうか集まんない、集まんない、じゃあこれコメント聞いて、ここまで聞いた人ちょっと参加したい人書けよ、そうだな、なあコメントにコメント書くかな、書いてくるか、書いてくるよ、そりゃ参加したいですって、うん、で曜日は多分、まあ、一般の人って土日休みだ、土日休みが多いよ、だから土曜日とかに、うん、土曜日でも日曜日でもいいよにして、うん、やろう、どうせ貸し切りなんだから関係ねえよ、あそうか、うん、あの貸し切って、グリーンカップ杯ならの菊池純一カップ杯、うん、おいで終わった後焼肉だ、ああ、うん、焼肉パーティーして、神奈川のあっこのダムのとこでバーベキュー大会、え猫がおるとこだな、いやいや、あそこでやって、あそこだと怒られるやろ、あそこはだからどっかに焼肉屋行くか、そうだな、うん、まあキャンプできるとこならやってもいいけど、それやろうよ、うん、盛り上がるで、盛り上がるな、これは多分ファン来るでいっぱい、ま、駐車場も入りきれへん、あそこいねえんだわ、いないな、いねえんだわ、いないな俺ら、まあでもやりたいな、それな、やっぱりその生で会えるってリスナー嬉しい思うよ、あの菊池さんに生で会える、生でな、うん、生好きだからな、そう、うん、やっぱり見てくれとる視聴者は今再生回数なんだ落ちてきたよな、1500回でもう俺が嘘ばっかり言ったからもうみんな去ってったんや、もう引退しますとかな、
もう釣りやめましたとか、釣りやってるやつはバカだとか言って、さ去ってったらなんもう最悪だとか言って、もう嫌だとか言って、みんな去ってったんやけど、でも1000人の視聴者が見てくれとんねん。まあな、1000人は見とんねん。それが本当の本物。そうだから俺ふるいにかけたの、そのにわかいらないよって。いや、いるやろ。いるいるだろ。いるけど、いるだろ。ある意味ふるいにかけた。わざと俺が悪いことやった時に、それをそれでもついてくるファンが本当のファンや。まあそういう言い方もあるけど、そう世界中敵に回してね、あの日本のね1億人よって9999万9000、もう全部敵に回してもファンだって言ってくれる人がファンだから。ファンだけどやっぱ YouTube 的には多い方がいいかな、うん、まあまあもちろんな、うん、ただ今残ってるのは本物のファンだから、うん、そうだな、1000人の。それは確かにだろ。1000人おったら来るで今回来るといいな。分かんない。じゃあとりあえず来たい人はコメントにね、コメント書いてくれ。でここまで聞いてるってまあまあファンだから、ここまで聞いてる人いるか。でこれそう長いから、これ30分超えてきたから、コメント書いてる。にわかは初めの3分でもう去っとるわ、うん、でここまで最後まで聞いてるの本物のファンだから、その本物のファンはぜひ参加したいと。お金払っても参加したいって。お金払わなくていいよな。お金はだからボート代を、もう俺がおごるよ。ただボート代はただ で、うん、でそうするとにあいかん、ただはいかん、やっぱやめよう。ただにするとにわかファンが、にわかが来るんだよ。ファンですとかで嘘言う、金で釣ってると一緒だ。そういうダメ、逆に高くしよう。あ、参加費だ。いいやん、2万にしよう。普段ボート代1万を2万でも来たいやつ。ああ違う、ボート代じゃない。ボート代はお前が出せ。いやダメ、なんで参加費を2万です。ボート代と別だよ。あ、それにしようか。参加費2万。じゃあボート代1万だから結局1万円参加費ってことや。まあまあそういう計算もできるけど、うん、ボート代は別で、参加費だからまあちょっと違う経費に当てますっていう手でな。2万はえれくねえか。ああじゃあ1万8000円ですか。1万でしょ。1万だってボート代じゃん。あ、そうそう、だからボート代も俺払うのやめて甘えるから、参加費で2万だな。うん、でボート代も自分で1万出して、あの菊池純一さんと会ってカップに参加した時箔がつくで。純一杯優勝、純一杯優勝したら、あのツイッターとかに書けるで。 JB じゃないけど、あの KJB かなんか知らんけど、 KGB かなんかでお前 KGB 杯優勝って実績出るで。笑いもんだよ、ライオンになっちゃう。こんな感じで行くわ。 KGB 杯優勝の、 KGB 杯、そう、菊池純一杯の優勝だ、優勝のイエイそれバカにすんだもん、人バカにすんな、それいいね、それいいね、やろう。ということで皆さんよろしく、あの参加したい人コメント書いて。参加費1万でいいの？書いてくれ。1万円でいいの？本当に1万取るの？もう無料にしようよそこは。ボート代は自分で出して、うん、ボート代でもう3回タダでいいや、うん、でみんなであの一応競い合うけど、うん、あの一応順位決めて、どうやって決めるの？重さか？センチか？センチでやるとお前みたいなやつがな、口の方をこうやってずらして多めに言うで。重さだな。重さであれで、あれ持ってくる、持参してもらおう。25センチ以上で重さ、うん、で写真にするやん。あのこういうやつで写真したらさ、手でこうやってやったら引っ張るから、動画でこれで今でベスト3、うん、あのキーパー3にしよう。だから何匹釣ろうが、うん、自分で 3個がキーパーで、うん、その3匹の重量で決める。3匹の重量な、総重量な。そう、総重量、これいいよ。それでいこう、うん、3匹ぐらい簡単釣れるからね。ここまあ3匹は釣れるけど、あとはサイズ勝負だ。片手しないんか、頭を下げて。いや、両方に持ってるから。優勝した時いっぱい持ってんだかな。持って帰るだろう。で、俺はね、もうあの今まではね、あの変なプライドがあったの。なんの？俺って人間嫌いやん。ああ、だから他の YouTuber とかその釣りで有名な人とかをもうあえて見下してるじゃないけど、ああ関わりたくない思っとったの。あ、そうなの。逆に人見知りだから、うん、めんどくさいなって。でコラボとかもさ、うん、しようって言ってくれることあるけどさ、まあ、ちょっと正直あんまり気乗りせんまま言っとったわけよ、うん、めんどくせえなっつって、あの自己中だから、うん、だけど最近ちょっと変わってきて。変わってきた。変わってきた。あ、そうか。もうやっぱりそういうね、つながり大事。あ、つ
つながりは大事だよ、大事だから。やっぱり愛媛で釣りやってるね、うん、例えば YouTuber の人、うん、で知り合いにおったわけやん、あのハゲの友達が、頭ハゲとるやつの友達がバス釣り YouTuber で四国でおるから、あいつら呼んだり、あとそういう四国でちょっと名前の通ったその釣りガールだったり、愛媛で有名な釣りガールの人とかいたら、ぜひ菊池純一杯でその勝ち負けを競うんじゃなくて、釣りって楽しいよね、生きてるって楽しいよねってことが伝えたいのよ。伝えたいね、それ。そうだから、順位でそこで優勝して、もちろん順位はつくよ、で箔もつくよ、ゲージビー杯優勝の箔もつくけど、それよりも大事なやっぱりエンジョイフィッシングだから、だからどんどん今後はね、そういう著名人とも絡んでいきたいなって。著名人と、著名人そう、著名人とか、その活動してる人、うん、活動っていうか YouTube やってますとか、そうだね、コラボもやっていかないか、うん、ただ俺も好き嫌い激しいんでな、あもうそこはもう、うん、やっていこうよ。まあただやっぱり俺もプライド捨てて、やっぱり、うん、謙虚にね、謙虚に頭下げることなんか覚えたから、まあまあ、やっぱお互い謙虚な人がいいよね。こっちも謙虚に行くんだから、 それなりに謙虚な人じゃないと、相手もね。ああそうだ ね、俺ツイッター見た、俺のコラボ募集っていう、知らない、そんな人。ツイッターの説明欄見てみよう。俺お仕事でコラボ帳簿1回1000万円くれって書いてあるから。ああ、うん、あれは冗談だから。ツイッターのツイートしたわけじゃなくて、自分の自己紹介欄に、仕事は1回1日俺がコラボして1000万円でやるよって、俺金持っとるでって、でも1000万出せるかと、1000万出せるような人間でないと俺もコラボできへんと。ここカットせないからな。俺印象悪いよな、俺の。いやでもお金はいらない、もちろん。その今の冗談だけど、うん、本当にあれだな、そういうつながり大事やっぱり。つながり大事だ。本当に。うん、もうあれ。三平さんとかも大事だもん。何？三平さんとか。おちゃんか。あ、おちゃんもな、よくしてくれてな、いろいろよくしてくれてるよ、おちゃん、うん、繋がりがあるからしてくれるわけだ。あ、そうだな、うん。